いけじゅんよ
少女を恐れになるんだ。テルアトロックを抜けるんだ。これがルビットだったら元気を飲みなのだ。
3バンド組んでて、まあ、結構かぶってて、すごいいつも一緒のメンバーでスタジオに入ってる感じで、もう息はぴったりって感じなんですよね、スタジオ入ると。私もめぐさん最初怖くて、なんでみんな言うの、本当にみんな怖いの。え、そうですか。こんなポップなの。なんで怖いの。すごい怖くて、マイと私最初から仲良くて一緒にいたんですけど、マイだけその拾われたから、私隠れてようと思って、メグさんに見つからないように呼ばれて、あ、怖いなって思いながらも、メグシック組んだらこんないい先輩でした。へか笑い。みずさんには感謝しかないんで、あと、うん、で話しましょう、いっぱい、うん、じゃあ怖い。なんかすいません、さっきも喋ったんであれなんですけど、あの、じゃあメグシックについて、なんだろう、さっきみどりが、あの、拾われたのは私だけだったっていう、でも、あの、メグさんがキーボード探してて、あの、みどりっていいキーボーディストはいるんですよって差し出したのは私です。はい、でしたらまさかの、結局最初はね、あのドラムバッシーさんだったんですよね。で、私はメグシックのメンバー、初期メンバーでは全然なかったんですけれども、彼女が全然耳コピができなかったんで、当時あの耳コピを手伝うっていう形で参加はしていたんですけれども、まあ、それを置いといて、で、あの、いざその最初のメンバーのメグシック見た時に、あ、もう私もメグさんをきっかけにアカシック知って好きになって、でもドラムがめちゃくちゃ難しいことをしてたし、でバッシーさんにかなうはずもないし、絶対これ無理だなと思ったんですけど、でもバッシーさん学年が上だからもう卒業しちゃって、で結局私のところに回ってきて、本当に叩けるのかなって不安になりながら、最初は本当に下手くそで、あの正行さんとかの8ミリ早いとか遅くねとか結構いろいろ言われてて、あ、やっぱダメだって、絶対バッシーさんにはかなわないなって思ってたんですけど、でも なんだかんだで続けてきて、でメンバーも私がいる間にまた変わってね、はい、あの、しおちゃんが入って、小池さんも入ってって感じですね。あの元メンバーがそこに多分いると思うんですけども。行く行く。そう、もともとのメンバーと組んだのもとてもいい思い出で、スタジオとかも楽しくてとても記憶に残っています。で、しおちゃんとはもうめちゃくちゃいっぱい組んでて、でも最終的にメグシックと詰めていくと、いっぱいたくさん最後まで続けられる。あったなって、が言ってたんですけど、本当にしおちゃんのベース最高で、もう本当にしおちゃんのベースドラム叩きやすいんですよ。私最初積み天国の時は本当に下手くそだったんですけど、本当にしおちゃんのベースすごくて、なんかめっちゃ合わせてくれてて、もう今ではね、息ぴったりになりましたよね。で、小池さんと組んだ期間とっても短かったんですけど、小池さんのギターも本当にすごくて、めっちゃドラム叩いてて気持ちよくて、本当に楽しかったです。あ、やばい。どうしちゃうんで、はい、あれなんですけども、本当にメグシック組めてよかったです。で、最後にできて、最後にこのバンドで終われてよかったです。ありがとうございます。もう一回 MC があるからやります。本当にすごい
たくさんの人が見てくれて、こうやってやってくれてすごい嬉しいです。次の曲やります。
ちょっと待って。MC じゃないんだけど、今分かった、へいちゃんが何回も止まってたの、なんかもうね、止めたいの時間を、本当に信じられないの、本当にこれが最後なんて信じられない、絶対できると思ってる、ずっと最悪だわ、マジで。みんなが大好きな、大好きか、今日は帰んないけど、それでみんなやってください、やります。
信じてる。これで4回目なんですけど、まあ、前の正幸さんっていうこのボビーの人がやったんですけど、まあ、ちょっとこれを引き継ぐのは結構難しいし、今もまあ、はい、まあでも楽しくやれてます、このバンドで。やばいよね、それ。やばくない？だけもう急いで逮捕する。やばいんですよ、本当にやばいんですよ。なんか漫才コンビみたいな感じな。本当なの、これコンビなの。なんかね信じらんないよ。で、なんかサプライズだけではない、サプライズか、なんか結構恒例でこれやってるから最後もやろうかなと思って、まずどうしようか、覚えてもいいかな、ちょっと手紙後でまた渡そう。あ、そうだ、ちょっと時間経っちゃうけど、今日のコンセプト、日本のヤンキーね、でこっちはネオギャルなんで海外のギャルです。かわいいでしょ。今回はギャルとヤンキー、あのアカシックの本家の人たちも結構ギャルとヤンキーの集まりなんで、初心に帰ってギャルとヤンキーでやってます。すごい、これちゃんとルーズソックス編み結構いい感じでしょ。で、まいちゃんも絶対綺麗だろこの服。ちょっと立って、めっちゃ可愛いから、あの足上げてほしい。ちょっとほら見て、この感じ可愛いでしょ。絶対着ないでしょっていう、ね、学ランがよう似合う。シェーターは、あのあシェーターでちょっと、シェーターは、ドンキの人ね。ドンキによく、そんなことないよ、だるいのが似合うと思ってた。まあ、これマイちゃん、これね、オレンジの柄は、まあ、絆とか信頼とかです。なんか本当最後なんだ、めっちゃ最後だけど押したい、本当にめっちゃ喋りたい。あ、これじゃねえわ、ピンクだわ。緑はピンクです。ピンクって言ってもちょっと淡い感じのピンク、ちょっと緑っぽいでしょ、なんか淡い、見えるかな、分かんないかな、これね。で、目が白い柄、尊敬とか、あと約束を守る。あとピンクはかわいいとか、かわいいとか、なんかね、赤はもうそういうことだ、愛だよ。お前に対しては本当にもうね、死ぬほどお世話になった人間1名、最近死ぬほどお世話になってる1名、塩田は本当に入学の時から、これ本当なんか別にあれ、なんかこんな喋って、なんか喋っても全然泣けないですけど、翔太が本当ちっちゃい時からとか、本当になんかもうクソほどダサかった時から知ってて、なんか本当にこいつしか友達いねえってレベルでしか、本当なんかどのバンドも全部翔太に頼むみたいなのが続いたぐらい、お前にはマジで感謝してて、本当に感謝してるし、あ、これが泣くんだな、こういうのだな、感謝してて、もう本当やれないのか、ありえねえな、絶対に、もう本当シオだと何バンド組んだってぐらい、本当に白組んで、でも本当になんかもう人生のすごい影響力な、もう一番ある私に本当にある一番の友達で、本当に本当なのマジで。本当にもうなんかお前なしだったら軽音は語れない。もう辛い時とかも本当に嫌な時とかも相談乗ってくれたし、本当にありがとう、お前めん、よっしゃ、おら。マジで無理なんだけど、お前とやれないの、どうする？ゆめんは最近なんか、ね、うちのことやっぱ怖いと思ってた属性のもう一人でしょ、だって、両辺なんて
怖いって思ってたって言われて、うちめっちゃ龍平のことなんかそれこそなんかスーちゃんも言ってたけど全然知らなくて、なんか何この細いなんかまあね、なんかてかすごいなんか誰って思ってたもん。なんかなのに結構幹部とかで結構言うし、なんかなと思って、でも本当今年の合宿で喋るようになって、最近も本当に喋るようになって、私すっごいネガティブなんですけど、なんかそれをちゃんとフォローしてくれてる、すごいなんかマジでなんかもっと仲良くしてればよかったので、仕事してもうお互いマジで遊んでください、お願いします。みどりも前も本当に最後だよ、うちらありえないわ、ごめんね、落としてんのに分かってんだけど、分かってんだけどさ、終わらせたくないんだよ、無理だよ最後本当。あーダメだ、やだ、終わりたくない。メグシックのメンバー、今までいた人たちも全員本当に大好きです、私をここまで本当衣装とかも本当に楽しかったし、毎回ついてきてくれて、一緒に文句言わず衣装とかも着てくれてありがとう、もうこれも最後だから、よし、でもなきゃね、もう分かってるよ、だってめっちゃ押してるんだって時間、私の最後のライブをあなたたちとやれて本当に良かった、来年もそういう風に言えるように、後輩の皆さん悔いのないように1年間生きてください、最高潮だと伝えたいサイドロジック、最高潮だと伝えたい、ビタベサイドロジック、後悔振りのがパッと演技する Say so, yellow, green, yellow.